おはようございます。速稼塾の久保です。今日は相場解説、まだね相場動いてないんですけども、7月19日の一応ね4時48分にこの放送をお届けしております。まだ相場動いてませんよ。で、最初ちょっと講義をさせていただこうかと思います。 FX っていうのはまずね、大きな時間軸から徐々に小さな時間軸を見ていくと全体の流れは分かりやすいよっていうのは先週お話ししました。例えば私の場合は週が明けたら週足を見るんですよ。その次に1日足を見て、そして4時間足を見て、1時間足を見て、1時間でエントリーするって形でございます。場合によっては30分、15分という買い足、下の位の足を見ることもありますけども、今は私は1日足、自分がエントリーする時間帯で見るのは終わります。そしてですね、この次の段階なんですけども、例えばね、1週間足が上目線、1日足が上目線、4時間足が上目線、1時間足が上目線だったら倍で負けることはほとんどありません。これは分かりますかね。でも難しいのはね、週足で見ると上目線になってるんだけども、なんかね、日足で見ると下目線なんだよね、7日間の日足を集めると上目線なんだけどもっていう感じですよね。で、さらにね、4時間足はなんか上目線になってるよと、で、1時間見ると下目線になってる。要するに時間軸によって上に行って下に行って上に行って下に行ってギザギザしてるよってところは判断がつかないんで、エントリーは基本的にないです。これはやんない方がいいです、ね、もう本当に一番いいのは全部の時間軸が同じ方向を示してる時にそっちの方向についていくってことですよね。全部が右肩下がりで、1週間1日4時間1日ってなっていたら、それはセルで負けることはほとんどないです。まあ、そういうふうに考えていけば他の要素ってのは全く必要ないです。それだけで勝つこともできると思います。ただそういうふうに全部の時間軸がピタッと一致するときっていうのは珍しいですから、エントリーするチャンスがほとんどなくなっちゃうってことになりますので、それじゃああんまりにも面白くないですよね。プラス同じ時間軸、同じ方向を示していても、それぞれの時間軸がね 100% そうなるわけではないっていうミソもあるんですよ。相場は変化し続けてますから、変化の瀬戸際にあるときっていうのは全部の時間軸が右肩上がりでも、そっから全部が下がり始めるってことがあるんですよね。だからこれがリスクになってきますんで、ロスカットラインは必ず引いてくださいってことになります。さあ、それではね、前置きはこのぐらいにして、実際に相場を見ていきながら今週を占っていこうかと思いますけども、今週のね時間軸はどうでしょうか。どうぞ。まずは最初からなんで週足を見ています。週足、これ右肩上がりだと思います？右肩下がりだと思います？基本線はいつもここにあります。こういうふうに引いていただいて、ちょっとだけ下に潜ったんだけども、今はエリオット波動を作って1波、2波、3波、4波、5波で推進波が完成。そして調整波が1波、2波、3波と入ってズバッと上抜けていきましたねってところでエリオット波動が完成してます。ということはね、右肩上がりになってるってことが分かります。ここだけ見ても右肩上がりですよね。全体的に見ると、じゃあね、ここまでで見ると、ここまでを区切ってみると右肩上がりですよね。こういう風になってるわけですから、もっと言うとこうなってこうなって上に抜けてますからね。ただここですよ、問題は。もっと前から見たらどうなのと、同水準ですよねってことなんですよ、まあもしくはちょっと下ですよね。こうなっちゃいますよね。で、見方が変わってきますよね。でも私は見えてる画面ここでね、切らしていただいて右肩上がりというふうに週足は判断します。人によってはだから右肩上がりじゃなくて横ばいじゃないかっていう方がいるかもしれませんよ。ここに時間軸の判断の差が出てきます。で、どっちにすればいいんですかってことですけども、勝率の高い人についていけばいいんじゃないですか。もしくは自分の記録で勝率の高い方を信じていけばいいと思うんですよ。どうでしょうかね。私の場合は今までの勝率を考えると、これを右肩上がりと見た方が勝てる可能性が高いんで、右肩上がりでやっていきます。次、日足を見ていきます。はい、これが1日足なんですけども、争点はここです。この軸を超えたんですよね。超えたけどもまた下に沈み込んでいきますよねってことなんで、ここで改めてチャンネルラインを引き直します。こういうチャンネルラインとこういうチャンネルラインがある。相変わらず右肩上がりで推移してるよっていうふうに私は判断して、この後ここを超えて上の方に突き出るというふうに日足は占っていきますね。はい、ですんでね、前回
N か W かってテーマでいきましたけども、 N はこういうふうに書いて、ここを突き破ってさらに下に行くって形が N でした。でもそうはなってません。 N でなかったら何ですか？ W です。どういう W ですか？こう下がっていって、こう上がって、下がったんだけどももう一回上がる。右辺は、W は右辺が強い。で、ここまでで完成するって感じでしたね。場合によってはここを抜けていくかもしれません。だから、デイリーでは倍の方向だということです。ね、今回は講義ですよ。はい、じゃあ4時間ですけども、これはどうですかと。横ばいに近いんですかってことになります。そうですね、横ばいに近いと言えると思います。うん、ただ、私の見立てはこうなります。局地的に見ますけども、ここからスタートして、第一波がこういうふうに来ますよね。そして、下がっていきました。次なんですけども、こういうふうな上昇して、一旦、ここで、W を書くようにして、抜けていくんではないかなと思いますね。シンプルに見ると、こういうふうにいくと思ってます。これが私の予測です。安値を切り上げて、高値も切り上げていくでしょうと。その後、このように進んでいって、トレンドを形成するっていう形ですよね。こういうふうに4時間を見ています。まあ当然ですけども、ここも超えていきますよ。じゃなくちゃ、1日足とか週足がさっきお話したようにならないですね。で、最後1時間なんですけども、じゃあ1時間はどうなるんですかと。1時間は完全無欠に右肩上がりになると思います。この画面を見ると右肩上がりには見えませんけども、1時間はこれからどうなっていくのかってことを占っていくとね、ダブルボトムを形成しつつ高値を切り上げて、高値を切り上げてね、安値を切り上げていくんではなかろうかと思いますんで、こういってこういってこういって、おそらくこういってこういって、こんな形を作ると思うんですよ。で、トレンドラインを形成するって感じです。私は1時間はこれ以外見えないです。外れるかもしれませんけども、今週はこのつもりで徹底的にバイを持っていきますね。で、バイでロスカットが続いたら、軌道修正するために一旦ポジション抜きます。基本的には今週はバイで取っていく。そんな1週間にしようかと思います。111円、112円の方向に向かうってことですよね。はい、じゃあ前半はね、講義の方をお送りしまして、まあ一般的な概要といいますか、学習した成果をお届けしましたけども、その後後半の方は学習した成果と実際の値動きを組み合わせて、私の判断バイというものにたどり着きました。このロジックを繰り返して検証する、またロジックを作り上げて検証する、その繰り返しが勝率4対6を作って、引いては7対3、8対2ってものに向かっていくと思います。一歩一歩学習積み重ねて、 FX一回攻略したらもうずっと勝てますんでね、そこを目指していきましょう。ただし、のんびりしちゃダメですよ。時間は少ないですね。1年以上やって2年以上やって FX でまだ勝ててないっていうのは、大きな反省をする時期に入っていると思います。 FX はね、毎日密度にもよりますけども、1日に30分1時間を積み上げて、もしね勝ててないんだとしたら、それはね、どっか記憶にあるところ覚えてないのか、暗記をしてないのか、それとも生半可な相場解説、相場予測になっているのかでございます。ですので私は思いますけども、ぜひね、ご自身で相場予測したんだったら、解説にまで落とし込んでアウトプットしたらいいと思います。そして、世の中の評価を得てください。世の中の評価を得ることによって、自分の考えをもっともっと深めることができると思いますんでね、そういうふうに考えていけばいいんじゃないですか。自分の頭の中でやってダメですよ。ノートに書くとか、なんか昔やった記録ね、昔って1週間やった記録をちゃんと振り返る。そしてどこに原因があったのかを積み上げていく。そうしないと FX は何年続けても全く同じです。もう全然成長しません。ぜひね、ブランド C チェックやってみてください。それでは。